にちは、プラスワンです。今ちょっとキャンピングカーの車内の中にいるんですけど、今前方のダイニング部分のシートを外して、シートの下にバッテリーとかいろいろ格納されてあるんですけども、ちょっとね、一箇所、故障したところがあって、ここなんですけど、まあ、ここにメインスイッチとインバータがあって電圧計があります。でその隣に、スイッチパネルがあります。でスイッチパネルの、このスイッチの一つが、ちょっと壊れてしまいました。でここなんですけど、ちょっと見てもらったらちょっと見えにくいかもしれないんですが、室内灯の1、室内灯の2と室外灯、3つのスイッチがあります。それの、一番上の室内灯の1のスイッチが、バカになっちゃいました。でこのスイッチどこにつながっているかというと、これです。メインの室内灯のスイッチがこちらになります。もうこれがバカになってしまって、もうつかなくなってしまったと。で、あとはまあここにメインスイッチを入れて、ここのスイッチを入れると本来なら照明がつくはずなんですが、このスイッチがもうバカになっちゃってるのでつきません。で、この下の室内灯の2ですね、ここ入れると、ここはちゃんと作動しているので、ランプも確認できます。バンクベッドの両サイドの照明にこのスイッチはつながっています。で一番下の室外灯ですね、室外灯はで、このスイッチパネルを外して、どんな状態になっているかっていうのをちょっと見てみます。スイッチパネルを外します。で、ちょっとここで問題があって、このスイッチパネルなんですけど、もうすべてがこのように、一体型になっています。この裏側に基板があって、そこに、電源コード類が刺さってるんですけど、もうこれはもうすべて一体型で、もう外せないよような形になってます。で、スイッチがここなんですけど、要はスイッチの本体と基板の間に挟まってて、もうこれがこの基板が外すことができないというような状況です。でビルダーさんにも確認したんですけど、ここのスイッチを単体で交換するっていうのは、まあ基本的に不可能だろうということで、交換する場合はこのパネルごと交換が必要とのことでした。で、取り急ぎですね、まあ、パネルはこうゆくゆく交換しないといけないとは思うんですけど、もうこの室内灯1のスイッチが切れてしまったということは、ここのメインの照明がつかないということになるんで、これが使えないということはちょっと具合が悪いので、なんとか増したいなと思うんですが、で裏側の配線がこんな感じになって、基板に電源コードが刺さっているような形です。この青い線が今切れてる一番上のスイッチ、室内灯の位置ですね、メインの室内灯の電源コードです。で、次真ん中、これが室内灯の2ですね、先ほど見てもらったバンクベッドの上の照明で、一番下が、室外灯になります。入り口の上についてたライトですね、この電源が一番下の黄色のコードということです。とりあえずこの一番上のスイッチは死んでて、この2つは生きてるんで、このどっちかのスイッチに、メインの室内灯の電源をつなげると、とりあえず代用ができるはずなの で今回はまあとりあえず、室外灯にちょっと死んでもらって、室外灯のスイッチに今切れている室内灯1の電源をつなげたいと思います。はい、方法は簡単です。
そのうち、基板ごと変えるとして、とりあえず応急処置ということで付け替えたいと思います。これはね、もう刺さってるだけなんで、基板から引っこ抜くとこのように抜けます。で、今、メインの室内灯の電源コードを抜きました。で、一番下の室外灯につながっているコードを抜きます。はい。で、一旦もうこれはもう刺すとこがないので、一旦もうこっちに外側に置いて、この室内メインの室内灯のコードを生きてるスイッチに挿します。うん、これで OK。 これで理屈上は電気がつくはず。ちょっと一回試してみましょう。まずメインスイッチを入れます。先ほど、室外灯のスイッチにこのメインの、照明のコードを付け替えましたので、このスイッチを入れると照明がつくはずです。では入れてみます。つきました。とりあえず、まあ現状は室外灯は使えなくなりますが、メインの室内灯が使えないことが、そっちの方がよっぽど不便なので、今はまあとりあえずこれでいいかなと思います。で、やっぱりこのメインの室内灯のスイッチが、利用頻度でいうと一番つけたり消したりっていうのが多いので、やっぱどうしても使っているうちに負荷が蓄積していったのかなというふうに思ってます。今回の動画はキャンピングカー設備の中でもごくごく、ミニマムなお話にはなってしまったんですが、キャンピングカーを乗られている方に、同じような故障が起こった場合に、その際に使える応急処置のアイデアとして、参考にしてもらえたらなと思います。今回の結論は、スイッチパネルのスイッチが壊れたとしても、他にですね、生きてるスイッチがあれば、そこにコードをつないで代用できるということが分かりました。これはですね、あくまで応急的な処置になりますので、完全に修復しようとすると、そのスイッチパネルごと交換する必要があります。このチャンネルではですね、キャンピングカーに関する遊び動画やキャンピングカーに関する情報を中心に配信しています。この動画が少しでも面白いと思っていただけたり、ためになったと思っていただけましたら、高評価をいただいて、またチャンネル登録も同時にしていただけると嬉しいです。またですね、動画についてもいろいろ企画を考えて配信していきたいと思いますので、今後とも見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。